文化の日の今日、世界遺産の島宮島は多くの人でにぎわいました。特に大規模な修復を終えた大鳥居の工事用通路の一般開放は間近で見られるとあって大人気です。岸から伸びるおよそ100メートルの通路を渡ると、装いを新たにした宮島明けの大鳥居が迫ります。3年半に及ぶ修復を終えた大鳥居、その姿を海の上から間近に見ることができるとあって、見学開始前からおよそ200人が列を作りました。高さ3メートルの足場から見る鳥居や神社の名を記した扁額は、いつもと違う風情を感じさせます。やっぱり迫力は全然違いますよね。真下はなかなか抜けられないので、一本の木でできてるっていうので太くてびっくりしました。通路の一般公開は今月27日までで、正午までの受付です。狛犬をモチーフにした巨大な絵画、厳島神社の本殿に奉納されたのは現代アーティスト小松美奈さんの作品です。小松さんは大鳥居の修復を記念し、先月即興制作を披露するライブペインティングに取り組みました。作品は今月6日の日曜日まで展示されています。3年ぶりの行動制限のない秋の行楽シーズン、宮島商店街には活気が戻っていました。もみじまんじゅうを油で揚げた揚げもみじ、宮島名物の味を楽しもうと行列ができていました。だいぶお客さんが戻ってきている感じです。2019年の過去最高が出た時があったんですけども、それの7割ぐらいかなという感じです。入国規制が大幅に緩和されたのに伴い、外国人観光客の姿も目立ちます。I stay here. Beautiful. We stay here for tonight and we leave tomorrow, but we have to visit this beautiful island. 大鳥居を取り囲む足場は来月下旬までに撤去され、年末には蘇った朱色の大鳥居の全貌を見ることができます。